ハームバルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバー・フランケン行政管区、ホーフ軍に属する市。シュバルツェンバフ・ハームバルトは、フランケンバルト自然公園内のデプラベルク山の、ふもとにある魅力的な風景の中にある。本市は、公式には41の地区からなる。このうち、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。シュバルツェンバフ派が、初めて登場する。 文献上の記録は1388年12月14日の日付がある。中世、この地は鉄や銅の功績を算出した。1792年からこの地に置かれたかつてのプロイセン王国バイロイト公領のオーバーアームとは1807年のティルジットの和訳でフランスの管理下に置かれ1810年にバイエルン王国領となった。 シュバルツェンバッハ自身は重要な資産次会の自治権を有していた。この地にはライゼンシュタイン男爵の所領もあった。バイエルン王国の行政改革時代、1818 18年の自治体例により現在の自治体が成立した。市場長であったシュバルツェンバッハ・アムバルトが市に昇格したのは1954年4月28日であった。市議会は、 市長を含めて21議席からなる。シュバルツェンバフハームバルトは連邦同 b 173沿いに位置する。ありがとうございます。